皆さんこんばんは。ゴールデンプレイシアターへようこそ。案内役は私、ミッドナイトヴィーナスです。ところで皆さんはこんな怖い噂をご存知？夜落ちる夢を見たとき、すぐに眠りから目覚めなければそのまま実際に死んでしまう。物語の主人公はヴィンセント・ブルックス32歳、そして2人のキャサリン。彼らを取り巻く事情を抱えた大人たち、個性豊かな人々に一体どんな運命が待っているのでしょうか。優しいんだ。一夜の過ちから導かれる先は天国、それともこっちかな、地獄かしら。やっぱりかよ。何なんだよ今度は一体。悪夢にうなされ現実に迫られ、マジ怖いよ。人生の山場を越える大人のジュブナイル。全ての結末はテレビの前のあなた次第。絶対に許さないから。あんたらいるからリセットが混乱してたよ。さあお待たせしました、いよいよ始まります。それでは皆さん、次はゲームでお会いしましょうね。先着購入特典はキャサリンサウンドディスク&アートブック。セクシーなジャケットですね。早く予約しないとなくなっちゃうよ。なんなんすかあれ。何にせよますます関わりたくねえ。